ありがとうございます、プロスプレーす。今回はですね、この辺にね、まあ鉄道をね、作っていこうと思うんですけど、最近ね、普通の鉄道も建設が続いたので、本当は拠点化好きだなと思ったんですけどね、まあ同じようなこと続けとってもあれなんで、まあ好きにね、鉄道から作っていこうと。まあ、まずはですね、はい。まあこのカボチャとね、雪ブロック。まあこれを見て何するか分かる人は分かると思うんですけど、カボチャを取って、それで、ここにね、雪、かぼちゃで、はい、召喚。まあ、これ、スノーゴーレムがね、召喚できたわけですけど、スノーゴーレムは、まあ、こうやったんですけど、まあ、敵が来ると雪玉投げつけるんですけどね、まあ、ダメージあるんですけど。まあ、それで、こうやって雪を、なんか下に引いて、そんでこれ取ると、また入れるんですよ。まあ、これを利用して、こういう風に雪をどんどんね、無限生産するっていう、まあ簡単な装置ですけど、まあこれすぐ取り壊しますよ、だから。この辺に引かれてあるので。まあとりあえずね、あの駅使うので雪を使いたいので、まあこれで雪を集めていきます。今雪ブロックね、まあ集めてきたんで、まあこの回は取れると思うのでね。でまずはね、駅舎から建設していきますか。とりあえずですね、建設する範囲を、まあ、雪ブロックで囲っていく。この範囲ですね。駅舎の範囲は。で、それで、入り口の部分を開けて、どこ開けるんだっけな。あ、しゃった。1、2、1、2、3、4。よし。まあ、そしたら次はまあ壁を積み上げていく。あと今出口の方も作っておきましょうかね。1,2,3,4 で、まあ建物のね、まあ、基礎はこんな感じですね。まあ、あとは屋根と装飾とあと床か。床をね、まあ、作っていきますか。床も張り終わったのでね、あとはまあ装飾と屋根をやっていきますか。はい、とりあえず駅舎はこんな感じですね。それではね、まあ改札機をこんな感じで作って、まあこの辺に村人とかまあそのうち入れますけど、今ここからはねホームを作っていく。まあ石を適当に敷いてねホームっぽくしていけばいいと思うのでやっていきましょう。はい、どうでしょうか。まあだいぶねホームっぽい感じだったんじゃないですか。この黄色い線とかね、あのまあこの土の上にですね線路を引いて、まあ待合の、まあ屋根の下にある椅子、待ち合わせこの辺で座ってね。よし、ほんじゃ線路引いていきますか。よーし、鉄道とりあえず完成しました。はい、まあ長畑駅と、まあ、まあこの村の名前がまあ長畑村ってことにしました。うん、まあまあその辺はね、まあこの地名とか鉄道の名前とかはね、まあこのノリだから走っていきましょう。すまない。おい、頑張れ。ああ、いけない。ちょ。おい、行かせろ。不思議な人。さてはですね、まあ、長畑っていうのは、やばいですね、この辺の、まあ、あの、この動画では結構、実際の、なんか街っていうか、まあ、その辺を、ある程度参考にしちゃってるので、まあ位置関係的にね、まあ、燃えにしてるところあるんですけど、まあだからそれを、そこの地名をもとに、まあこの現在の状況に基づいて地名を決めてね、まあそういう二段階構成でやってるわけです。二段階構成でやってるわけですけど、っていうのは、もともとの地名があってそこで、まあ今だから村長の家に畑がありますよね。まあだからおさはと。ちなみにここの鉄道会社の名前書いてあって、まあ、三松鉄道っていう略にしてあるんですけど、まあ、それはまあ、松があるから、うん、まあ、そういうこと。はい、まあ、それで、この村の名前が、まあ、壁松村と。まあ、これは、もう、これも松があるから。はい。まあ、元の地名の話はもういい。うん。まあ、それはまた、おいおいするから。あの、具体的にどんどん開発していくってなったとき、どんどん鉄道をね、伸ばしていくってなっていく。まあ、そういう時にまた、まあ、話していくから。はい。
今、壁松ね。よし。あー、鉄道開通。よし。それでは、今回はここまで。それでは、また、この。